白バテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白バテさ、よくこんだけしら綺麗に仕上げてるよね。薄くさ、薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい？白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、何か塗ってるん？1508塗ってだろ？あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。うん、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、押せた、うん、白パテとクルラさんに1508は、うんうん、混ぜて、そう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 、それのやつを、うん、1508を少しやっぱり足してあげた方が、ああ、塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らに耐え、そうだよね。いや、だからさ、ほら、白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で、白パテだけだとやっぱりザラザラになって。そうだよね。まあ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。ちょっと加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、いちご丸って塗ってね、下地ね。うん、下地塗って、それ塗って、うん、で、ひどいところだけはもう一回塗ってるんで、三回白く。そうか。やっぱおさねと分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう、平気だよ。で、うん、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから。いちごマラチと。で、白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だから、ただ、同量入れちゃうと、長くなりすぎちゃうんで。うん、そう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 。そう、同じ量を入れたら、ちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで、うん。白パテの方がね、ちょっと早いんだよ。それなんで。うん。あ、そうなんだ。加減しながら、おー、それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。わかっ、白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。昨日じゃないんだろ？全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよくわかりました。やっぱ聞かないとわかんねえな。聞かないとわかんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ。あーと思って見てったらさ、でも昨日か一昨日か見てったらさ、なんかやけに白じゃないみたいでテカテカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラじゃない。うん、うん、だからさ、あれーと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなーにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、うん、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく、平らにさ、薄く伸ばせたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラってかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思うんですよ。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて。思い直したのはさ、そういえば
白パテあんなにあの面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ。そう、去年鳥人間に何か使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ、見てないからさ。了解、じゃあね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい、白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるもん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた、うん、白パテと黒田さんに1508は混ぜて、うんうん、そうそれのやつを、うん、1508を少しやっぱり足してあげた方が、ああ塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らに耐え、そうだよね。いやだからさ、ほら白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で、白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、1508塗ってね、下地ね。下地塗って、それ塗って、うん、でひどいところだけはもう一回塗ってるんで、三回。そうか。やっぱお三年と分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう、平気だよ。で、うん、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから。いちごマラチと、で白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だから、ただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで、そう同じ分入れたらちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで、白パテの方がねちょっと早いんだよ。それなんで、うん、あ、そうなんだ。加減しながら、それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。わかっ、白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね。今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。
昨日じゃないんだろ。全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよく分かりました。やっぱ聞かないと分かんねえな。聞かないと分かんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラじゃない。うん、だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、ね、うん、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく平らにさ薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思ってた。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば白パテあんなに面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、そう、去年鳥人間になんか使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ、見てないからさ。了解、じゃあね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい。何にも塗ってないんかい、白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるもん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、うん、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた、うん、白パテとクルラさんに1508は、うんうん、混ぜて、そう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 、それのやつを、うん、
まらんから鉢を少しやっぱり足してあげた方が、ああ塗りは良くなるんでしょ、塗りも良くなるし表面も平らに、そうだよね、いやだからさ、ほら白パテってそんなにさここまで使ってないじゃん、いくらなんでも、で白パテだけだとやっぱりザラザラになる、そうだよね、まあ、あ、そうなんだ、少し混ぜて入れた、そしたらこういう風になったんで、あ、そうだよね、ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで、そうだよね、ちょっと加減しながら、あ、そうなんだ、じゃあ一回仕上げの塗りなんだ、いや、でも2回は塗ってます、あ、いちご丸って塗ってね、下地ね、うん、下地塗って、それ塗って、うん、で、ひどいところだけはもう一回塗ってるんで、3回白く、そうか、やっぱお三年と分かんないね、そうだろうな、白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ、前に混ぜても平気だよって言ってたから、そうそう、平気だよ、混ぜてみて、うん、でやってみたんですよ、ベースレジンも同じだから、いちごマラチと、そうそう、で白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ、だからただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで、うん、そう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 、同じ方分量入れたらちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで、うん、白パテの方がねちょっと早いんだよ、それなんで、うん、あ、そうなんだ、加減しながら、うん、それでこんだけツルツルなんだ、じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね、わかっ、白パテさよくこんだけ仕上げてるよね、綺麗に仕上げてるよね、白パテさよくこんだけ綺麗に仕上げてるよね、薄くよくさ仕上げてるなと思ってさ、いつ塗ったん、今日塗ったんかね、今日塗ったん、だってこんな寒いのにさサラサラ固まってるがね、昨日じゃないんだろう、全然あれだもんな、タックないもんな、そうかいね、理由がよく分かりました、やっぱ聞かないと分かんねえな、聞かないと分かんねえ、白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ、混ぜた方がザラザラ、うん、だからさあれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさそう、白っぽさがさ、ちょっと、うん、内葉だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく平らにさ、薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね、ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん、だからさおかしいなとは思うんですよ、それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば白パテあんなに面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、去年鳥人間に何か使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ、見てないからさ、了解、じゃあね、
白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい？白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、何か塗ってるん？1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた、うん、白パテと黒田さんに1508を混ぜて、そうそれのやつを、1508を少しやっぱり足してあげた方が、塗りは良くなるでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らに平らになる。そうだね。いや、だからさ、ほら、白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で、白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。ちょっと加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、1508塗ってね、下地ね。下地塗って、それ塗って、でひどいところだけもう一回塗ってるんで、三回。そうか。やっぱお三年と分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう、平気だよ。混ぜてみて、でやってみたんですよ。ベースレジも同じだから、いちご丸味と。で白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だからただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで。そう。同じ量分入れたらちょっと、柔らかすぎちゃったんで。白パテの方がね、ちょっと早いんだよ。それなんで。あ、そうなんだ。加減しながら。それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。わかっ。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけしら綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。昨日じゃないんだろ？全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよくわかりました。やっぱ聞かないとわかんねえな。聞かないとわかんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ。あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がだからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく、平らにさ、薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思うんですよ。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて。思い直したのはさ、そういえば白
白バテあんなにあの面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ。そう、去年鳥人間に何か使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ、見てないからさ。了解、じゃあね。白バテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白バテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白バテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい？白バテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、うん、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた、うん、白パテと黒田さんに1508を、うんうん、混ぜて、そうそれのやつを、うん、あの1508を少しやっぱり足してあげた方が、ああ塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らに平そうだよね。いや、だからさ、ほら、白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で、白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、あ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、1508塗ってね、下地ね。下地塗って、それ塗って、うん、で、ひどいところだけはもう一回塗ってるんで、三回。そっか。やっぱおさねと分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう、平気だよ。で、うん、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから。いちごマラチと。で、白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だから、ただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで、うん、そう同じ分量入れたら、ちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで、うん、白パテの方がね、ちょっと早いんだよ。それなんで、うん、あ、そうなんだ。加減しながら、それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ、白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。わかっ、白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。
昨日じゃないんだろう。全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよく分かりました。やっぱ聞かないと分かんねえな、聞かないと分かんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラだよ。うん、だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさちょっと、うん、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく平らにさ薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思うんですよ。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば白パテあんなに面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、そう、去年鳥人間になんか使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ見てないからさ。了解、じゃあね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい、白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるもん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた？白パテと黒田さんに1508は混ぜて、そう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 。それの水を、
ちごまだから鉢を少しやっぱり足してあげた方がいいかな。ああ、塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らに平らになる。そうだよね。いやだからさ、ほら白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で、白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、あ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。ちょっと加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、いちごまるって塗ってね、下地ね。うん、下地塗って、それ塗って、うん、でひどいところだけはもう一回塗ってるんで、三回。そうか。やっぱお三年と分かんないね。そうだろうな、白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ、前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう、平気だよ。混ぜてみて、うん、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから、いちごマラチと。そうそうそう。で白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だからただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで、うん、そう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 、同じ量分量入れたらちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで、うん、白パテの方がねちょっと早いんだよ。それなんで、うん、あ、そうなんだ。加減しながら、それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。わかっ、白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ仕上げてるなと思ってさ、いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。昨日じゃないんだろ？全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよくわかりました。やっぱ聞かないとわかんねえな。聞かないとわかんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラだよ。うん、うん、だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、うん、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく平らにさ薄く伸ばせたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思うんですよ。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば白パテあんなに面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ。去年鳥人間に何か使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ、見てないからさ。了解、じゃあね。
白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くさ、薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい？白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、何か塗ってるん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。うん、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた、うん、白パテとクルラさんに1508を混ぜて、そうそれのやつを、1508を少しやっぱり足してあげた方が、塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らにたい。そうだよね。いや、だからさ、ほら、白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で、白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。ちょっと加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、1508って塗ってね、下地ね。下地塗って、それ塗って、で、ひどいところだけはもう一回塗ってんで、三回白く。そうか。やっぱお三年と分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう、平気だよ。混ぜてみて、で、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから。1508と。で、白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だから、ただ、同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで。そう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 。同じ方向に入れたら、ちょっと、柔らかすぎちゃったんで。白パテの方がね、ちょっと早いんだよ。それなんで。あ、そうなんだ。加減しながら。それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。わかっ。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くさ、薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。昨日じゃないんだろう？全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよくわかりました。やっぱ聞かないとわかんねえな。聞かないとわかんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てったらさ、でも昨日か一昨日か見てったらさ、なんかやけに白じゃないみたいで、デカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラ。だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく平らにさ、薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思うんですよ。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば
白バテってあんなにあの面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、そう去年鳥人間に何か使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ見てないからさ。了解、じゃあね。白バテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白バテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白バテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい、白バテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、押せた、白パテと黒田さんに1508は混ぜて、そうそれのやつを、1508を少しやっぱり足してあげた方が、ああ塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らに耐え、そうだよね。いやだからさ、ほら白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いやでも二回は塗ってます。ああ、1508って塗ってね、下地ね。下地塗ってそれ塗って、でひどいところだけはもう一回塗ってるんで三回。そうか。やっぱおさねと分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そう平気だよ。混ぜてみて、でやってみたんですよ。ベースレジも同じだから。1508と、で白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だからただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで、そう同じ分量入れたらちょっと柔らかすぎちゃったんで、白パテの方がねちょっと早いんだよ。それなんで。あ、そうなんだ。加減しながら。それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。分かった。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。
昨日じゃないんだろ。全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよく分かりました。やっぱ聞かないと分かんねえな。聞かないと分かんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てったらさ、でも昨日か一昨日か見てったらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラじゃない。うん、だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、うん、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく、平らにさ薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思ってた。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば白パテあんなに面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、そう、去年鳥人間になんか使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ見てないからさ。了解、じゃあね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい、白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるもん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、うん、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた、うん、白パテと黒田さんに1508を混ぜて、そう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 、それのやつを、うん、
まらんか、ハチを少しやっぱり足してあげた方が、ああ塗りは良くなるでしょ、塗りも良くなるし表面も平らに耐え、そうだね、いやだからさ、ほら白パテってそんなにさここまで使ってないじゃん、いくらなんでも、で白パテだけだとやっぱりザラザラになる、そうだよね、まあ、あそうなんだ、少し混ぜて入れたん、そしたらこういう風になったんで、あそうだよね、ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで、そうだよね、ちょっと加減しながら、あそうなんだ、じゃあ1回仕上げの塗りなんだ、いやでも2回は塗ってます、ああいちご丸って塗ってね、下地ね、うん、下地塗ってそれ塗って、うん、でひどいところだけはもう1回塗ってるんで3回白く、そうかやっぱお三年と分かんないね、そうだろうな、白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ、前に混ぜても平気だよって言ってたから、そうそう平気だよ、混ぜてみて、うん、でやってみたんですよ、ベースレジも同じだから、いちごマラチと、そうそうそう、で白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ、だからただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで、うん、そう同じ量分量入れたらちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで、うん、白パテの方がねちょっと早いんだよ、それなんで、うん、あそうなんだ、加減しながら、それでこんだけツルツルなんだ、じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね、分かっ、白パテさよくこんだけ仕上げてるよね、綺麗に仕上げてるよね、白パテさよくこんだけ綺麗に仕上げてるよね、薄くよくさ仕上げてるなと思ってさ、いつ塗ったん、今日塗ったんかね、今日塗ったん、だってこんな寒いのにさサラサラ固まってるがね、昨日じゃないんだろう、全然あれだもんな、タックないもんな、そうかいね、理由がよく分かりました、やっぱ聞かないと分かんねえな、聞かないと分かんねえ、白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ、混ぜた方がザラザラじゃない、うん、だからさあれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさそう、白っぽさがさ、ちょっと、うん、内葉だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく、平らにさ、薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラつかね、平らになんないよね、あんなにね、ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん、だからさおかしいなとは思うんですよ、それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば白パテあんなに面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、去年鳥人間に何か使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ、見てないからさ、了解、じゃあね、
白パテさ、よくこんだけ仕上げてる、仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くさ、薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい？白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、何か塗ってるん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、押せた、白パテとクルラさんに1508は混ぜて、そうそれのやつを、1508を少しやっぱり足してあげた方が、塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし、表面も平らに耐えそうだよね。いや、だからさ、ほら、白パテってそんなにさ、ここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で、白パテだけだとやっぱりザラザラになって。そうだよね。まあ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。ちょっと加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、1508って塗ってね、下地ね。下地塗って、それ塗って、で、ひどいところだけはもう一回塗ってるんで、三回。そうか。やっぱお三年と分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そう、平気だよ。混ぜてみて、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから。1508と。で、白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だから、ただ同量入れちゃうと、長くなりすぎちゃうんで。そう。同じ方分量入れたら、ちょっと、柔らかすぎちゃったんで。白パテの方がね、ちょっと早いんだよ。それなんで。あ、そうなんだ。加減しながら、それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。昨日じゃないんだろ？全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよくわかりました。やっぱ聞かないとわかんねえな。聞かないとわかんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ。あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいで、デカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラだよ。だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく、平らにさ、薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラってかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思うんですよ。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて。思い直したのはさ、そういえば
白パテあんなにあの面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、そう去年鳥人間に何か使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ見てないからさ。了解、じゃあね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい？何にも塗ってないんかい？白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるもん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、うん、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、教えた、うん、白パテと黒田さんに1508を、うんうん、混ぜて、そうそれのやつを、うん、あの1508を少しやっぱり足してあげた方が、ああ塗りは良くなるでしょ。塗りも良くなるし表面も平らに耐え、そうだね。いやだからさ、ほら白パテってそんなにさここまで使ってないじゃん、いくらなんでも。で白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、そうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あ、そうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも2回は塗ってます。ああ、1508塗ってね、下地ね、うん。下地塗って、それ塗って、うん、でひどいところだけはもう一回塗ってるんで、3回白く。そうか。やっぱお三年と分かんないね。そうだろうな。白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう、平気だよ。で、うん、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから。いちごマラチと。で、白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だから、ただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで。そう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 。同じ量分量入れたら、ちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで。うん、白パテの方がね、ちょっと早いんだよ。それなんで。うん。あ、そうなんだ。加減しながら、それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。
昨日じゃないんだろう。全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよく分かりました。やっぱ聞かないと分かんねえな。聞かないと分かんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、あーと思って見てたらさ、でも昨日か一昨日か見てたらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラ。うん、だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃさ、よく見たらさ、そう、白っぽさがさ、ちょっと、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく平らにさ薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなとは思ってた。それで分かったよ、自分の解説をさ聞いて思い直したのはさ、そういえば白パテあんなに面積多くさ、そうは使ってないなと思ってさ、そう去年鳥人間になんか使ったっつってたからさ、でも琵琶湖行かなかったからさ見てないからさ。了解、じゃあね。白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。この白パテの上は何か塗ってあるんかい。何にも塗ってないんかい、白パテの上は。白パテ塗ってるだけな。白パテの上はさ、なんか塗ってるもん。1508塗ってだろ。あ、専門家がいる。これよく仕上がってるよね。ね、前教えてくれたじゃないですか、混ぜるといいって。いや、押せた、白パテと黒田さんに1508を混ぜて、そう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 、それのやつを、
ごまの鉢を少しやっぱり足してあげた方が、ああ塗りは良くなるんでしょ。塗りも良くなるし表面も平らに平らになる。そうだよね。いやだからさ、ほら白パテってそんなにさここまで使ってないじゃん。いくらなんでも。で白パテだけだとやっぱりザラザラになる。そうだよね。まあ、あそうなんだ。少し混ぜて入れたん。そしたらこういう風になったんで。あそうだよね。ただちょっと入れすぎちゃうと垂れちゃうんで。そうだよね。加減しながら。あ、そうなんだ。じゃあ一回仕上げの塗りなんだ。いや、でも二回は塗ってます。ああ、いちごマルチ塗ってね、下地ね。うん、下地塗って、それ塗って、うん、でひどいところだけはもう一回塗ってるんで、三回白。そうか。やっぱお三年と分かんないね。そうだろうな、白パテだけだったらさ、なんでザラザラがこんなにザラザラじゃねえんだと思ってさ。前に混ぜても平気だよって言ってたから。そうそう平気だよ。混ぜてみて、うん、やってみたんですよ。ベースレジも同じだから。いちごマラチと、で白パテのはちょっと早ぐらいになるでしょ。だからただ同量入れちゃうと長くなりすぎちゃうんで、うん、そう同じ量を入れたらちょっと、うん、柔らかすぎちゃったんで、うん、白パテの方がねちょっと早いんだよ。それなんで、うん、あそうなんだ。加減しながら、うん、それでこんだけツルツルなんだ。じゃあ白パテの上に塗ってるわけじゃないんだね。わかっ白パテさ、よくこんだけ仕上げてるよね。綺麗に仕上げてるよね。白パテさ、よくこんだけ綺麗に仕上げてるよね。薄くよくさ、仕上げてるなと思ってさ。いつ塗ったん？今日塗ったんかね？今日塗ったん？だってこんな寒いのにさ、サラサラ固まってるがね。昨日じゃないんだろ？全然あれだもんな、タックないもんな。そうかいね。理由がよく分かりました。やっぱ聞かないと分かんねえな。聞かないと分かんねえ。白パテいっぱい使ったから見てくんだったらあるよって自分言ってたからさ、ああと思って見てってたらさ、でも昨日か一昨日か見てったらさ、なんかやけに白じゃないみたいでデカデカ光っててさ、よく固まってて、要するにザラザラじゃないんだよ。混ぜた方がザラザラだよ。うん、だからさ、あれと思ってさ、白パテの上なんか塗ったんかなにしちゃうさ、よく見たらさ、そう白っぽさがさちょっと、うん、内場だからさ、白パテもっとザラザラで垂れにくくて白っぽいよなと思って見てたらさ、こんなによく平らにさ薄く伸ばしたなと思って見てた。そうだよね、ザラザラになるよね。ザラザラっつかね、平らになんないよね、あんなにね。ヘラで塗ったってなんだってさ、あれほど平らになんないじゃん。だからさ、おかしいなぁとは思うんですよ。それで分かったよ。自分の解説をさ、聞いて。思い直したのはさ、そういえば、白パテあんなに、面積多くさ、そうは使ってないなぁと思ってさ。そう、去年鳥人間になんか使ったって言ってたからさ、でも、琵琶湖行かなかったからさ、見てないからさ、了解。じゃあねー。